年のジャズフェスは4年ぶりに参加制限を設けず開催され、プロアマ合わせて416のグループ2960人が参加しました。来場者が音楽を聴きながらアルコールを楽しむなど、いつもの光景が戻ってきました。さまざまなジャンルの音楽が奏でられ、仙台の街が音楽で彩られました。綺麗だった。大きいバンドから、それからミニマムのところ、いろんなものが聴けて、音色も違うんで、それぞれ楽しめます。常禅寺通りのステージに登場したのは、多賀城市を拠点に小学生16人で活動しているブライトキッズ。軽快な音楽を響かせ、大人顔負けの演奏を披露しました。すぐ目の前のお客さんがいてすごく感動しました。続いて登場したのは、東京都狛江市から4年ぶりに参加した結成57年目のビッグバンド、泉スイングオーケストラです。もう360度お客様に囲まれているような、そんなステージ他にはありませんね。そんな中で演奏ができる、これはやはり日本一のジャズフェスティバルだなというふうに改めて思いました。主催者によりますと、今年のジャズフェスはコロナ禍前の77万人より少なかったものの、去年よりは35万人多い、およそ55万人が訪れました。